はいどうも、福袋大好き沼田です。はい、今回も2つの福袋を開けていきたいと思います。はい、最初に開けるのはこちらの大戸屋の満腹福袋ですね。5000円と3000円があって、3000円はまだ買えたので、購入しました。特に予約はしてないでね、店舗で売っておりました。はい、ということで、入っていたのは満腹クーポンですね。こちら大変使いづらくて、まあ、1000円につき300円の割引というクーポンですね。なのでちょっとこれは合計金額には入れません。はい、続いて、こちら七味ですね。あ、この時期限定で、これだけでも売るみたいですけどね、1680円するそうです。まあ結構しますね。でもまあ福袋に入ってる分にはね、全然嬉しいですけどね。はい、続いてごま飯を、はい、これボトルよりこっちの方が全然使いやすいので、こういう感じでね、くれるのは嬉しいです。続いてしそひじき、はい、300円、結構しますね、しそひじき。ということで続いて黒山の素、これ一つ290円するんですね。はあ、結構いいお値段するんですね。さらに、五穀ご飯、これがまあ6つで420円って感じですね。はい、まあこれで全部で、3260円、使い切れればさらに3000円のクーポンって感じなので、まあ、クーポンおまけって考えればまあまあありなのかなって感じがします。続いてモスバーガーですね。今回ワンピースとのコラボで、まあ高えなって感じでね、5000円するんですよ。はい、ただうちは結構モスバーガー大好きなので、しょっちゅうモスバーガー利用するので、3ヶ月で5000円は全然余裕で使っちゃうので、まあ、買いました。ただワンピース僕好きなんですけど、まあ、考察系とか見るんですけれども、グッズが欲しいかっていうと全然欲しくないんですよね。だからまあ、あの結局店頭で売ってましたね、モスバーガー予約しないでも。はい、ね、5000円って高いのと、まあグッズがワンピースっていうね、どこに向けての層なのかちょっとわからないかったので、予約分では完売しなかったって感じですよね。はい、 T シャツですね。 T シャツどんな感じかなっていうので、ちょっと素材感をね、まあそうですね、安っぽくはないけど生地が厚いわけでもない、なんかまあギリギリ、まあうん、ノベルティとしてはまあ、うん、まあやや不安は残るけどありな感じですね。はい、続いてこの何ですかね、ブランケット。ブランケットは出来が良さそうじゃないですか。はい、もうちょっと開けるとあれなので、他のね開封動画を見てください。はい、そしてこちらのバッグですね。まあ、このバッグはね、うん、誰がこのバッグをつけるのかちょっとね、うちの子供にもねちょっと絶対喜ばないだろうなっていう感じなので、はい、誰に向けてのカバンなのかわからないですけど、小さい子供だったらいいんですかね。はい、ということで、こんな感じです。まあね、5000円のクーポンがまあ優秀なので、グッズ付きって思えばまあ悪くはないかなって思います。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。